ミカエル・ギグは、フランス北竜図県アプト出身のハンドボール選手。モンペリエハンドボール所属。1999年、LNH ディビジオンアンのモンペリエハンドボールに加入。2003年、2002から3年シーズンのベストセブンに、初選出。以降2006から7年シーズンまで5シーズン連続で、受賞する。2004年は、フランス代表として、アテネオリンピックに出場。 2008年も北京オリンピックのフランス代表に選出され、金メダルを獲得。大会後にレジオンドヌール勲章、シュバリエを授与された。2008から9年シーズンは2年ぶりにベスト7に選出され、その後2010から11年シーズンまで3年連続で受賞2009年の世界選手権ではベスト7に選出された。 2012年のロンドンオリンピックでは6試合で15得点を記録し2大会連続の金メダル獲得に貢献。2014年、2013から14年シーズンのベスト7に選出。2014から15年シーズンも2年連続で選出された。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは7試合で39得点を記録。銀メダルを獲得した。 ありがとうございます。